はい、それでは始めていきます。第85回 KOF02M 紅白戦、スタートします。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。はい、ワンピーが山さんですね。はい、はい、エニマル使いはスーピー。はい、それでは第85回始まりました。もう100回もあと15回ということで、意外に見えてきましたね。というわけでですね、まあ、今回もちょっと、機材の相性の不調によりまた暗黒回になってしまう可能性が大ですが、まあ、次の週からは多分ちゃんと、画質等治ると思うので、今回だけちょっと視聴者の方もね我慢していただきたいところなんですが申し訳ないです。それで今日は人数は16人かな、まあ、ちょっと少なめですね。まあ、13も出てみんな多分地元でやってるっていうのも若干あると思うんですけど、まあ、それではやっていきましょう。 1P がひだまりさん。ちょっとやばい、くしゃみが止まらないんだけど。はい、ちょっとストップしちゃいましたが、1P がひだまりさん、すごい久しぶりですね。ひだまりさん、どこの方だったかな、広島でしたっけ、確か。で、まあ、なんか今日高速バスで帰るっぽいことを言ってたんで、まあ、先にちょっと時間の関係ね、先頭出ています。まさかのバスジャパンはやばいよね。そして 2P は、某王子ことひなこ使いの王子。今日はいろんなキャラ使いの人がねエントリーしておりますんで。そして 1P のひなまりさんが先鋒を取っている。まあ、シャンフェイは非常に、まあ、動きが速いんでね、流れに乗ると一気に畳みかけられてしまうのがちょっと怖いところですね。で、足払いが刺さって、ここはしかし張飛マシンガが入り100ヒット。さあガキャネ返して、もっとアインシュートになぜか引っかかってしまう。さあそして歩兵さんがなんかお土産をね今回ちょっと買ってきていただいたということで、博多通りもんで合ってるよね。まあ、相当うまいですねこのお菓子は。俺は一人で全部食ってしまいそうな勢いですけど、はい、まあ、今日参加者の方ね、ぜひ食べてあげてください。というわけでなぜかマイビー連発。さすが大パン先生の弟子なのか、まあ、なんかはい古文的なね最近立ち位置ですけど、さあなんだかんだで追い詰められているのはもう王子の方。さあちょっと見せてしまう。ここはしっかり前まで決めて、さあしゃがれで止まってしまう。さあここでちょっとひだまりさんに粘られると王子側はちょっときついが、少し投げ、さあここは勝利で切り返していく。おっとここはちょっとミスか、ちょっとバスジャパンのプレッシャーか先を急いでる感がありますが、ここで大将戦。多分ひだまりさんが無双してしまうとバスジャパンがあるんじゃないかと思われるんですけど、ここはやはり空中戦は若干ネームレスに分があるか。しかしネームレスはゲージを持っているのでちょっと霞側危ない。ここは強気に切り返す。さあ探し入れ暴れて、ここは何とも言えない。さあお互いちょっと、おーここはあーちょっと遠い気がする。しかし当て身がすっかり。さあここはどういうふうにするのか。さあラッセンでまあほぼあけど当て身
まあ、ちょっと何とも言えなかったところだが、とりあえず勝ったのは王子、ひなこ使いの王子ですね。一勝を挙げていく。そしてスタートボタンを押されている。ここで出てくるのはほ、はい、歩兵さんですね。先ほどはちょっとお土産を、もう気づいたらお土産だいぶなくなってますけども、はい、ただ食べてない人はね、ぜひ食べてください。オーダーセレクト。というわけで歩兵さんは変わらずこのかなり魂のこもったキャラ構成ですね。さあ、まあ某王子とね年代が一緒ってことでだいぶ2人仲がいいですけども、今のところやはりやり込みの差もあって王子の方が若干有利だと思うんですが、なんとか歩兵さんにも頑張ってほしいところ。さあここは失礼します。さあここはうまく後転に投げて画面端。さあ奥攻めは極端にタコをかけていくが、何やってんすかと王子も煽る。さあほぼ P 勝ちに近い状態で続いて、歩兵さんの中堅シャンフェ、なんとか遠距離戦でチクチク1回ところではありますが、近づかれるとシャンフェもさすがにきて、すごい潰し方をする。そしてドストイが入り、さあ後転で避けるものの隙にこのコンボ減る。さあやはりきなこ戦慣れていないと、失礼しますのプレッシャーとかいろいろあって、まあ、ガードが難しいですね。ガードっていう選択肢はなかなか取りづらいかもしれません。さあそして一気に大将クーラーまで引きずり出される。さあここはうまい。さあ相打ちだが、きなこの体力は残りわずか。さあ探しが漏れてしまい、しっかり確定はできない。前転から投げて、なんとかこのままきなこは倒しておきたい。さあしかし王子が粘る。さあレイスピンちょっとめり込んだが危なかったか。さあ強烈ピンマーク当てて、まずはひなこを下す。ここで王子の中堅は K ダッシュ。さあ突っ込んでいく。さあここはもう切り返していく、強気な判断。さあちょっと残りに当たるが反撃はできない。後転から投げて、さあキャン。さあ早い。さあ少しゲームはうまくガード、しかしシェルに引っかかりヒートドライブ。さあ待ってしまうが反撃はできない。さあ相打ち、もうダメージはもらえない。さあしゃがんだ距離が遠い。さあうまく先ほどから強烈ピン当てているが、大きなダメージはつながらず、そのまま空中で引っかかってしまって王子が2連勝。ゲームオーバー。さあ続いて誰が行きましょうか。ワンピーは、おっと、じゃあルイコさんが行きますか。さあここで出てくるのはルイコ。それではスタートボタンを押して始めてください。さあ最近ルイコさんも13を始めていますが、02はなんかあんまりやってない気がするけど、まあ、けどこの2人はよく対戦していて、まあ、ルイコさんがね師匠的な感じでいろいろ多分王子に教えていると思うんですけど、まあ、指定対決的な感じですね。オーダーセレクト。ラウンド1。さあここはどうなるか。まずはクーラ対ひなこ。
ここは冷たくブレスでまずは押し返して画面端に追い詰める。うまい。さすがやはりやり込んでる同士だけあって、やはり師匠のルイコさんがこう教えるかのような指導後のようなプレーでうまく差し込んでいく。さあ一気に体力が赤くなって、さあしっかり飛び戻される。さあほぼ完封になってしまうか。しかしここで一発、さあ前転冷たいでスピンで削り切った感じかな。さあやはり弟子の行動はお見通しだと、ほぼ完封してしまう。さあ強引に突っ込むもののここは、あしかし前転が取れない。さあ斜め下し当たって、さあちょっと防戦一方になってしまっているか王子。さあダッシュ D 投げ画面端、さあここから起点うまく作っていきたい王子ですが、いやー引っかかってしまう。さあ前転脱出うまく決めて、ここは届く。まずは強制ダウン奪って置き攻めは引かし投げを外して、さあちょっともみ合いになっている。さあ跳ね返して残り10秒になるが、リードしているのはルイコ。さあここはうまく引っ掛けていく。さあ足払い刺さる、そして逃げる、ランバックステップして、なんとか競売率がしゃがみくらいになっていたのかな。一発で済む。ここで同キャラ、さあここは王子が結構難しいところ、粘ってゲージを貯めるか、もう狂ったように断攻めに行くか。あーしかし貴重なゲージを入って殺されるという、これは痛い、一番痛い負け方してしまう。そして発動コンボができない状態のネームレス。ゲージを分けろとルイコさんを待つ。さあここはまずはワンコンボ。さあ釣りジャンプはしっかりガードしている。さあこの状況でもなかなかの落ち着きを見せる王子。しかしガクラもちょっと心配。おうまい、よく見ている。さあダメージお互い奪い合っているが、リードしているのは、王子。なんだかんだでゲージも溜めつつうまくリードを保っている。さあ残り時間も少なくなってきたが、ここでルイコさんが突っ込む。さあもう勝ちに行くんだと。さあこれ強気に、おっと探しに漏れたのが当たる。さあ前転して逃げる。さあここは強勝利打って、俺に敗北はない。これは相当いい勝ち方と言える王子。さあ師匠越えなるか。ここで同期の戦、なかなか面白い展開。おっと、あーこれは痛恨のもう一回前転だったか。さあすごい当たり方をして、あーいいと一言ルイコの勝利。さあ続いてあと 2P 行くのはメイさん、メイボックス、メイボックスさんです。はい、オーダーセレクト。さあこれメイさんはいつもの3キャラ、クーラ対マイ。やはりもう3キャラ魂キャラの構成だけあって、非常にクーラ戦とかケイラス戦メイさんうまいですね。さあこの先行戦に注目したいところですが、
まずはワンコンボ決めて、ここでナギさんが追い込む。さあここはうまくガーキャン前線使うが、投げで終わってしまう。ちょっと安かったか。さあうまく避けてしっかり対策されている。さあ前線から、さあリードを奪っているのはメイさん。さあうまく ND から探し入れる、入れ込んでいる。さあやり込みが光る。これ中堅蹴らして、これはやはりちょっと前側きついですが、うまくねかき乱す感じというか、意外にいける部分は結構多かったりするんですが、ここでワンコンも回ってしまう。さあここで試合は中堅戦5分の試合に。ゲージ状況はルイコさんが若干リード。さあいきなり勝負を仕掛ける。さあ端に追い詰めて、メイさんがおっと、まあ、サーティンを放出とさせる、この両方の光景の固め。さあしかしよく見ている。ここはスパキャン使っていく。さあ前転から、さあクラも心配になってくるルイコ。さあここは距離を離して、この当たり方は美味しい。さあ時間を稼ぎつつ、ガクラッチを回復しつつ、ここはうまい。さあマイビーで脱出する形になる。さあよく見ている。さあマイエーから使わざるを得ない技が出てしまう。使わなくていい、使わざるを得ない技、もうよくわかんないですが、ここでメイさんの大将、一番の魂キャラと言っていいでしょう、メイリー。さあこれは本当に単純にアインがきつい。うまくもうヒーローモード中に近づいて、ちょっとぐちゃぐちゃにしないとダメージを奪えないんじゃないかと思うんですが、さあここは手の出したくなるところ、やはり遠距離戦は絶望的。さあ近づけない。さあ中央に逃げる者の体力がもうない。いやー、アインブラックからジャックバイス、勝ったのはルイコ、しっかりしている。これ次は S さんが行きますか。それでは始めてください。名前S だぜ、ワイルドだろなんだっけ、杉ちゃん、ワイルド杉ちゃん。あれけど、S さんが持ってるペットボトル蓋がまだ開いてますよ蓋捨てないとやっぱ買ったらね、やっぱワイルドであればやっぱり捨てないといけないですよねさあここでルイコさんはハイデルを投入している。ラウンド1、S さんはキング、シンゴ、シャンフェ。さあこの対決、これはやはりちょっとキング側が苦しいイメージがありますが、さあ S さんどう立ち回っていくか。さあやはり攻めの起点というかペースを握っていくのはクーラーの方。さあブレスの隙に演習を差し込む、にというか同時に。さあ跳ね返して、さあこれは美味しい当たり方。さあここはトルネードで返していく。さあ2人とも実感をじっくり使って差し回り合う。さあしかしやはり若干クーラーがリード、残り5秒。さあ前転後転するが、おっとなぜかトルネードになってしまって、
ここはスライディングが減った。なんとか時間ギリギリで逆転に成功。 S、 しかしここでやはり抑え役と言ってもいい K ダッシュだが、ここでワンコンボ決めていく S。 さあ半分の体力を奪って、ここはなんとか粘ってゲージを少しでも稼ぎたかったが、ここで前見え。お家に帰んな。さあここでシンゴ、かなり珍しいキャラ、いきなり体力4割ぐらい奪われて、さあ相当苦しそう。さあジャンプリで乗っかって、暴れの暴れ潰しの探し。さあ前転はとがめられる、しっかり。これ S さん対象シャンフェ、さあこの K ダッシュとあとハイデルも残っている。この牙城を崩せるか、相当苦しいが、さあルイコさんもうゲージもマックス、何をやってもいいといった感じか。さあここは空中戦、まずはシャンフェイが取って、ここからなんとかダメージ奪いたいが、やはり冷たい、安全にガーキャン前転。さあやはり固く立ち回っているだけで体力が削られていってしまう。さあ相打ち、まだ殺しきれない、いやーアインシュート。さあここは、いやーつながっている、あそこの距離から。ゲームオーバー。はい、こっち側。